こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼーガーです。はい、先ほどもお伝えしました、お客様はどこから来るのかの中の一つ、ネットから来るお客さんについてちょっとお伝えしたいと思います。ネットから来るお客さんっていうのは、どういうふうな順番を得るんでしょうかって考えると、やはり検索っていうキーワードを入れるわけですよね。で、検索キーワードも、一つ、二つ、三つ、4つというような、こう2つ以上になってくると複合キーワードって言いますけど、だいたい1番目に来るものがメインとなるもの、そして2番目もだいたいメインなんですけど、3番目4番目っていう風になってくると、これ結構そんなメジャーじゃないキーワードの場合が多いんですよね。どちらかというと自分が持っている感情的なものなんかが困っていることとかね、そういうふうなことをこう入れていったりとかするんですよ。で、考えていくと、やっぱりネットからの集客っていうところでおけると、やはりキーワードっていうのをちょっと学んでいかないといけないのかなというふうに思います。自分にビジネスにおいてのお客様がどのような検索キーワードをするか入れるか、こういったところを一度考えてみてください。レッツゴーだ。